iPhone 6S に搭載の Touch ID モジュール iPhone 5S に搭載された特徴的なホームボタンに一体型 Touch ID Touch ID は Apple が開発しリリースした指紋による生体認証機能である。Apple の iPhone シリーズ、iPad シリーズ及び Macintosh に搭載されている。2013年に発売された iPhone 5S で初めて搭載し、 2015年の iPhone 6 s から約2倍早い認証速度を実現した第2世代の Touch ID を導入した。Touch ID によりユーザーはデバイスのロックを解除したり様々な Apple のオンラインストアで購入したりオンラインまたはアプリで Apple Pay を認証することができる。この機能の発表時に指紋情報が Apple A7 以降のチップ上の安全な領域に ローカルに保存され、クラウドには格納されないため外部からのアクセスが非常に困難であるとアナウンスした。指紋認証を搭載した最初の携帯電話は2003年に発売された富士通製の NTT ドコモ端末回 505i だった。Apple 製品に指紋読み取り機能が搭載されると本格的に予想されるようになったのは2012年に 指紋読み取りと識別管理ソフトウェアに重点を置く、オーセンティック社を3億6600万ドルで買収してからのことである。その後、9月上旬のリークや推測を経て、2013年9月10日に、初めて第一世代のタッチ ID を搭載した iPhone 5 s が発表された。指紋認証を特徴とする携帯電話が、主な米国通信事業者から登場するのは、 エイトリックス以来のことであった。アップルのマーケティング担当 SVP であるフィルシラーは、アップルの iPhone メディアイベントで数分を、追やしこの機能を発表した。2014年9月9日のアップルイベントで発表された iPhone6 シリーズ以降では、タッチ ID は、アップストアでコンテンツを購入する際などの本人確認のためにも使用されるようになった。続く iPhone6S では、 第2世代のタッチ ID センサーが導入された。これは iPhone 5S、iPhone 6および iPhone SE に搭載されている第1世代のタッチ ID センサーの最大2倍の速度で動作する。第2世代のタッチ ID はあまりにも高速で、スリープ状態の iPhone のホームボタンに指を置くだけで瞬時にホーム画面が表示されるために、 ロック画面で通知を読むことができないという利便性の問題が発生するほどであった。アップルは iOS10 以降、ホームボタンに指を置いた時にはロックが解除され、ホームボタンを押すとホーム画面が表示されるような挙動に変更するオプションを追加することでこの問題に対処した。この挙動を有効にすると、それ以降登場する Android 端末の一部では、 指紋認証時にすぐホーム画面が表示されるのに対し iOS や iPadOS では指紋認証時にはロック解除のみ行われホーム画面を表示するにはボタンを押したり画面をスワイプしたりするなどの何らかのアクションが必要となる iPhone におけるタッチ ID はレーザーカットで構築されたホームボタンに組み込まれておりサファイアガラスは傷がつかないホームボタンには iPhone 5まであったような角丸のアイコンはなく、曲線上に凹んでいない。タッチ ID は360度どの角度からもユーザーの指を読み取ることができる。指紋認証センサーの厚みは170マイクロメートルで、解像度は500ピクセルインチであり、静電容量タッチを使用してユーザーの非可表皮層を読み取る。指紋の登録時には、読み取ったユーザーの神秘の 指紋マップを作成し、タッチ ID 用のセキュリティアーキテクチャを介して端末に保存する。一つの端末に最大5つの指紋マップを保存できるほか、Apple によれば、タッチ ID は使用するたびに改善される。iPad Air のタッチ ID は電源ボタンに位置している。MacBook Pro や MacBook Air、iMac の一部モデルに付属する Magic キーボードのタッチ ID は、 キーボードの最上段の列の右隅に位置している。タッチ ID の登場によりデバイスのアクセスの利便性が向上した一方で、アクセスの方法がパスコードと指紋認証の2種類となったことで、個々のデバイスの賞味のセキュリティは低下したとされる。この主張に対し、アップルは以前はパスコードさえ使用しなかったユーザーもタッチ ID を使用し始めたことで、 平均的なユーザーセキュリティは向上したと主張している。指紋データは端末に搭載される Apple A7 以降に登場した Apple 製ソック、または専用のチップに不可逆的に符号化されて保存されデバイスに保管される。それらのデータは指紋認証の際にのみセキュアインクレイブを介してアクセスされるようになっている。それ以外の目的ではデバイス上のいかなるソフトウェアであっても 指紋データにアクセスすることはできず、また指紋データから指紋画像を逆行分析することすらできない。そのため、本来の指紋データの保存場所以外には保管されず、Apple のサーバー、iCloud などにアップロードされ照合されることもない。セキュリティ上の都合から、一定回数以上指紋データとの照合に失敗した場合や端末が再起動された場合、48時間以上、 ロック状態が続いた場合などには、タッチ ID でロック解除することはできなくなり、パスコードのみでロック解除できるようになる。そのような場合でも一度パスコードでロック解除されれば、再びタッチ ID でロック解除できるようになる。なお、2013年9月、ドイツのカオスコンピュータクラブは、タッチ ID セキュリティの突破に成功したと主張している。主な手法には、 ポバール接着剤を使用して指の形状を模倣する方法などがある。iPhone 5 s にタッチ ID が搭載されて以降はサムスンがサムスンギャラクシー S5 に指紋認証機能を導入するなど他のメーカーもハイエンド端末を中心にスマートフォンに指紋認証機能を導入し始めた。2015年10月にリリースされた Android 6.0では 指紋認証がオペレーティングシステムに統合され、iOS と TouchID の関係に対応するようになった。TouchID は iPhoneOS と 5C を区別する数少ない機能の一つである。しかし、2013年時点のニューヨークマガジンの意見では、消費者は指紋認証に興味がなく、パスコードの方を好んで使用していたという。ライターのケビン・ローセは、 指紋認証などに使用される双方型、金属酸化物半導体センサーは一般的に消耗して一定期間後には使用できなくなると指摘し、アップルはより寿命の長いセンサーを製造する方法を見つけたかもしれないと推測している。ローセはまた、指紋認証技術にはハッキングされる可能性があったり、怪我などの場合には指紋が認識されなかったりするなどの問題が、 依然として残っていると主張し、国家安全保障局などの監視機関を警戒している人などはタッチ ID を使用しない可能性があると指摘した。USCER の脆弱性分析者であるブレント・ケネディはタッチ ID がハッキングされる可能性があるとの懸念を表明し、人々はすぐにはタッチ ID を使用し始めないだろうと予測した。ホーブスもまた、 過去に指紋が偽装されたことがあると指摘し、盗まれた iPhone の指紋が不正なアクセスを得るために使用される可能性があると警告した。ただし、同記事では、指紋読み取り装置の偽装テストが実施されて以来、バイオメトリクスの技術は向上したとも主張している。一方、GD ネットライターのエイドリアン・キングスレイ・ヒューズは、タッチ ID は BYOD をもたらすのに役立つと語った。 バイオメトリックによるセキュリティ保護によって他人にパスコードを盗み読まれる危険性を排除することができるという。また、子供が無断で何千ドルもの浪費をするのを防ぐとも付け加えた。タッチ ID が多数の iPhone 犯罪に対する Apple の対抗策であり、この新機能は iPhone 盗難抑止になると指摘した。どうせもまた、この機能は盗難を防ぐためのものだと述べている。 ホーブスのコラムニストのアンディ・グリーンバーグは、指紋データがローカルデバイスに保存され、集中データベースに保存されていないという事実は、セキュリティ上の勝利だと語った。ウェルズ・ファーゴのアナリストであるメイナード・ウンは、2013年9月4日、iPhone 5 s の指紋センサーが、モバイルコマースに役立ち、消費者が個人データを処理して保管するために、モバイル機器に、ますます依存しているため、 信頼性の高いデバイス側の認証ソリューションが必要になるかもしれないと企業環境での採用を促進すると予測した。ウサーは2015年末には100万人を超えるユーザーが Apple のタッチ ID を使用しており指紋認証を利用した iPhone と iPad 上のウサー、モバイルアプリケーションに安全にログオンしていると発表した。ありがとうございます。